オーエンズバレー。オーエンズバレーとは、アメリカが州国カリフォルニア州にあり、オーエンズ川が流れる谷である。西のシエラネーバダ山脈と東のイニョウ山地、ホワイト山地の間を約1 2 0トルにわたって伸びている。谷の両側の山脈は標高4 3 0 0ル以上に達し、谷の底は標高1 2 0 0ルで、アメリカで最も深い谷の一つである。 谷の南端には、オーエンズ湖がある。この谷は、ロサンゼルス上水路の水源となっている。オーエンズバレーにある町は、インディペンデンス、ローンパイン、ビッグパイン、ビショップなど、約300万年前、との刑が活発になり、滑り地震の減少が繰り返され、シエラネバダ東部のはっきりした起伏と、オーエンズバレー北部と、モノホンチの間にある、 ホワイト山地の断崖を次第に作りだた。オーエンズバレーは、ベースンレンジの生誕にある地庫、二つの垂直断層の間で陥没した地形である。また、オレゴンからデスバレーまで伸びると呼ばれるトラフ地形の一部でもる。多くの谷の西斜面は、シエラネバダから出た大きなモレーン、体積、氷体積を持っている。これらの雑多内は、石。 どの体積は最後の氷河時代に氷河によってそこまで押し出された。模式的な例は添いにあってに登っていくものである。この地溝はのような地震の長期間の連続によって形成された。これらの地震はまたこの地溝を沈下させ、シエラネーバダを隆起させた。地孔は谷の深さから考えられるよりもはるかに大きく、重力の研究によれば3000メートルの体積岩が 思高の大部分を埋めており、急瞬なが渦漏れているらしい。この崖の最上部はとして現れている。応援ズバレーには、クレーターマウンテン、クレーターマウンテンのような多くの小火山がある。例えばのそばにはの縮小板を見ることができる。応援ズバレーにはに適応した植物が生息している。その一つが、応援ズバレーの固有種、応援ズバレーゼニアオイである。この谷には、 戦史時代の末期、南の端、オーエンズ湖の周りにが、谷の中部と北部にが住んでいた。ティンビシャは、ユトアステカ語族のに分類されるを話している。最も近縁の言語派とである。東部のモーノー族は、ヌミック語派だがと関係が深いの方言を話している。ティンビシャは現在デスバレーのファーナスクリークに住んでいるが、多くの世帯は、居留地に夏の住居を持っている。東部のは、 ローンパインからビショップに至る数カ所の居留地に住んでいる。オーエンズバレーのアメリカ先住民と、など、海岸地方の部族の間の交易は、考古学的な資料によって示されている。1834年5月1日、ガからオーエンズバレーに入った。ジョンシー・フレモントが1845年、ガイドの一人であるにちなんで、オーエンズバレー、オーエンズ川、ガは、エンズ湖と命名した。 中の1862年7月4日、オーククリーク沿岸、現在のインデペンデンスの近くにが設営された。第二次世界大戦中の1942年から1945年まで、カリフォルニア州インディペンデンスの近くに、最初の日系人強制収容所である、マンザナー強制収容所が設置されていた。も参照、世紀の初頭、は、 地元住民とロサンゼルス市との間の争いの舞台となったの最高責任者は、オーエンズ側から導水する223マイルのロサンゼルス上水路を計画し、1913年に完成した。水利券は詐欺的な方法で取得されたため、しばしば水利共同組合は分裂し、隣人同士が争うこととなった。1924年、 地元の農民たちは購入し続けることへの不満から暴力に訴え、水道施設の一部を破壊した。最終的にロサンゼルス市は、オーエンズバレーの12万1000ヘクタール以上にわたる土地の水利圏の大部分を取得し、オーエンズ湖に流入する水のほとんど全部を浄水路へと向けた。この取得は、 双方独占に携わっているロサンゼルス市とオーエンズバレーの農民たちとの交渉の結果行われた。現在の価格で見積もると、ロサンゼルス市は水1エーカーフィートあたり8.7ドルを支払うつもりだった。最終的に実際の取引価格の平均は1エーカーフィートあたり4ドル前後となった。次の最善の選択肢は、格安で取得した土地を農業用に使い続けることだった。 この価格はロサンゼルス市の支払い医額学よりもお安かったが、オーエンズバレーの農民たちは近隣の軍の地下と比較して割増しの土地代金を受け取った。その上、オーエンズバレー同水に最も長期間抵抗した農家たちはロサンゼルス市に解決の意欲があったため、平均的な農家よりもさらに高い価格で土地を売ることができた。これらの買収の結果、 湖はその後完全に干上がり、現在残されたアルカリ平地からアルカリダストの嵐が南の谷を襲っている。1970年、ラデュップはオーエンズバレーからの第二水路を完成させた。漂流水がさらに導水され、地下水はポンプで汲み上げて導水した。オーエンズバレーの泉や湧水は消滅し、地下水に依存していた植物は枯死し始めた。 何年も訴訟が続けられた。1997年、引用軍ロサンゼルス市、応援ズバレー委員会、シエラクラブ、その他の関係当事者は、2003年6月までに、応援ズ川下流に再び水を流すという件を、明記した了解覚書きに署名した。ラデュップはこの期限を守れず、再度訴えられた。異なる解決法として、今回は、 カリフォルニア州とロサンゼルス市の間で2005年9月までに、オーエンズ川下流に、再水を流すという約束を含んでいた。2005年2月の時点で、ラデュップはこの期限も守れそうにないと発表した。結果的に、ロサンゼルス市が、オーエンズ川下流に水を流す約束を満たしたのは2008年だった。2004年7月、ロサンゼルスのは、 ラデュップのすべての保有地にを設定することにより、オーエンズバレー内の私有地における開発を将来に、渡って禁止することを提案した。遅くら過去のラデュップの行為に対する不信のために、2004年10月時点で、陰陽軍当局者は、保全地域圏の提案に抵抗しているようだった。水と粉塵についての何十年にもわたる、激しい論争を終わらせるため、ロサンゼルス市は、 オーエンズバレーの大気汚染規制当局である、クレートベースン統一大気汚染管理区と市との間の合意に違って乾燥したオーエンズ湖の底から飛来する粉塵を抑制する新しい有機的な方法を2014年に用い始めた。の近くに、超長気線アレーを構成する10のパラボラアンテナの一つであるがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。